お疲れです。よし。今日の動画何か分かる？今日の動画、ベタの道にいじめてみたじゃないですか。この顔でいじめれるの、お前。似合いつけたぞ、今。ちょっと他に似合いつけて。似合いつけて。分かった。はい。はい。今日の企画は、はい。まあ3年生。まあ、こいつ何年生？いや、1年。1年、はい、まあ、まだ3ヶ月ぐらい。8ヶ月ぐらいで、まあ、いつも、まあ、最近こいつ現場一緒に行かないじゃん。一緒に行く？やっと現場出てないよ。やっとフィリピン行く。フィリピン現場に来る。優しいだろ、結構。いや今結構優しいし。今は優しい。で、今日は、まあ、ミッチーはもうベトナム人から嫌われてるっていうのを証拠に残そうと。実際どう？もうお前らが、こいつダメって言ったら俺首切ったるで、もう足ばかりから通報しちゃう。怒る怒る。追放か。あ、首多分分かんないんで、これ。ミッチーダメだったら、いや、してくれって。じゃあ、保証って見てみ。ダメだよ、骸骨だよ。どんだけ危険なんだよ、お前。いや、僕、それ毒のやつについてるんですよ。僕、海賊なんですよ。危険って書いてある。危険なマークだろ、危険マーク。やばいですよ。実際、じゃあ、カンタは？カンタは、やっと広げ、ちょっと厳しいですよ。時々厳しい。はい。鬱陶しいだろ。時々鬱陶しいだろ。時々うるせえ。は？いや、時々もううるせえ。うるせえ。どういうこと、どういうことでうるさい？多分、うん、日本語わからないと仕事もできない。ああ、はい。多分なっちゅうあっちゅうから、うん、頭ちょっと。頭悪い。違う違う違う。頭悪いから。ちょっとあっちゅう。ちょっとあっちゅう。怒るじゃん、みんな。ああ、はい、さっささっさ、はいはい、言葉わからんねな、はいはい、あれ持ってこいって言ってもわからんねな、はいはい、ね、こいつよく怒られる。ちょ、こいつに聞いて、あの、カンタ怖いって聞いて。さあ、さあ、さあ、たねや。見てよ。優しい、ちょっと厳しい。ちょっと面白い作っとるだろう。面白いな、ちんだ。長すぎる。長すぎる。だって普通にイエスぐらい。だってなんか一言ぐらいだろ。一言ぐらい。そんな長い言葉絶対言ってないでしょ、お前。誰が一番嫌い？じゃ、嫌いはおるんだな。悩むな。じゃあ一番一人名前出すとしたら誰が一番うっとうしい？いや、一番一人絶対出さんが。出さんがったらもうお前全員首切る。全員。いやー、僕って言ったらみんな大丈夫でしょ。多分後輩、多分嫌いもおる。おる。おるんだ。あんまり言えないってこと。じゃあこういう風に質問変えるわ。じゃあ爆速ってことだろ。翔ってどういう人？ヤスオさんは、うん、いや、ちょっとうるさいですよ。うるさいって、はい、どういう風に、なんで怒る？いや、多分みんな一緒、じゃあ後輩は日本語と仕事も、あ、日本語わからんのね、はい、あ、怒る、しょうがねえだよ、しょう、日本語わかんないの？あんたもベトナム語わかんでしょって。そうやってベトナム語でいつも言っとんだろ。お前もベトナム語わからんだろってベトナム語で言っとんだろ。でも、ここ日本生。ここ日本だから。でけ、間違えたらかな、普通に。ここは日本だ。ここ日本だ。ここは日本だ。もう言ったから。ここは日本だけど、お前。人数いたら日本人2人だ、お前。あ、俺もあれか、韓国のハーフで、お前。フィリピンのハーフで、ハンバーグで、こいつらお前、こいつら無人だもんね。こいつだけだから、人数が。生粋な日本人。生粋な日本人。生粋な日本人、お前だけだよ。カンタ、どんな人？カンタ。どんな人？どんな人？くどきうるさいよ。お前日本語うまいな。じゃあイケメンどういう人？ベトナム語で言っていいよ。待ってみたら、なんでね。これどういう人？ミントはどういう何やん。何わからんって言われる。ホモか。ホモわかる？ホモ。ホモサピエンス。ホモサピエンス。ビディビディ。おくつに入れるのが好きな人。ビディですか？ビディビディです。おかま。ホモそう。ビディ。昔、カンタさん、仕事、一緒いっぱい、大丈夫です。昔一緒にいっぱいやったの？ビディ。やめろって思う。昔いっぱいやった。一緒にいっぱいやった。昔一緒。優しい。プチュー。
あ、普通優しくない、優しくない、決して嫌いではない、決して普通です。トシ君は、いや、トシ君、いや、僕ちょっと怖いし、怖い、怖いんだ、怖いし、どういうところが、何言ってるか分かんないから、あの人、あちょっとあれだろ、ちょっとずつ、なんか訳分からんって言ってるな、訳分からん、自分で怒って自分に怒っとるみたいな感じだろ、なんかえみたいな感じで言ってるけど、わーって言ってるけど、何怒っとんかよ、俺みたいな時あるよな、トシ君な、なんか怒っとることに怒っとるんだな、多分そういう世界の時あるよな、はい、そう、日本人何やだ、夜の12時に来るの嫌だ、誰が一番だな、誰が来る、誰が来る、じゃあミッチ君、夜の12時来るの、何やんのお前、人が入ってくるの、じゃあ1回2時ですね、1回2時来る、2時、夜が2時、お前何すんの、何すんの、人が入ってくるの、いやー行けくる、おいキロってお前、いや、コメディオンビル買ってこい、夜行2時、そう2時、夜行2時生きて、起きろって、お前起きろってコンビニ行くぞって言ったら、嘘でしょお前、夜行2時熱いの出てきた、出てきた、やべえ、バレた、夜行2時、こう叩き起こして、あ、起きろって、コンビニ行くぞって言って、一人で行って行けよかったやんけ、いや、俺コンビニ行くぞじゃないじゃん、俺は、俺もうコンビニ行ったじゃん、行って戻ってきて2時だろで起きろって、今からビール飲むぞじゃん、いやもう一回コンビニ行くっつってビール行った、あ、でなくなってからだろ、そうそうそう、なくなってからコンビニ行くぞって、なくなってから何時まで飲んだの、2時から、でも30分ぐらい飲んだ、もうなくなってビールとかなくなって、はい、で帰るかなと思ったら、はい、また買ってくるぞって、そのままネイルですそのまま首か、もうこれこれこれいいよ、大丈夫、動画で公開処刑にするね、もう首だな、もうお前、もう旅行連れてかんねな、お前そうやってやってんだ、お前旅行連れてかんねな、俺の金だよお前、しかもお前俺の金だ、お前食ってるお前教育すんなんてね、やるわちゃくちゃやんけ視聴者の皆さん、見ましたでしょうか、こいつね、まあ、なんかの動画でも言ったことあるんですけど、ね、ベトナム人全員にね、入って3ヶ月ぐらいのやつ、俺が社長じゃなくてこいつが社長だと思ってるから、みんなお前、誰が社長だと思っとんだって言ったら、社長あっちです社長あっちいますとか言って、みんなようわからんもんで、ね、社長呼べみたいな感じで俺が言ってると思って、社長あっちです、社長向こうにいますよみたいなみんな勘違いしてるもんな、勘違いしてるね、しょっちゅう来るの、最近行かんじゃろお前最近行くんやん、行く、いかんしょ最近、でも僕らあれですよ、僕バーベキューとかやるんですよ、家の中でお前火事になる、いや家の中で庭ですね、庭なんかねえやな、とこちっちゃいとこ、いやそんなこれぐらいの庭があるこれぐらいのとこだろ、あそうそうそう、これぐらいのとこ、これぐらいの駐車場だぞ、これぐらいこれ庭でも何でもねえ火事になるだろお前、バーベキュー美味しいでしょ、俺いつも肉買ってきて、じゃあ美味しいっすね、夜中の1時に肉買ってきて、はい、いや違う、めちゃくちゃいいやん、じゃあ火事になるんでいかんな、夜中は大体ピザしか頼まないっすよ、夜中ピザ来んだろやってんの、夜来るよね、ピザ配達、配達です、夜中の12時とか1時に来てピザ頼むの、いや違う、11時ぐらい、11時に来るの、はい、はい、お前めちゃくちゃやっとんな、いやで僕まあ、ここだけの話なんですけど、うん、組合月一のミーティングがあるじゃないですか、関西ミーティングが、うん、組合に呼ばれて、うん、行ったら、うん、怒られて、え、何がですか、寺本さんちょっといいですか、話があるんですけど、うん、え、どうしました、月一の会社であるミーティングにお前が呼ばれて、はい、あ、ちょっと、寺本さんも参加してくださいって言われて、はい、で、ベトナム人15人ぐらいおるか、20人ぐらいおる、そうですね、もっといます、25人、20、そんなこと結構いますでバーってみんなでミーティングしようんだよな、はい、で、組合の人たちもいっぱい来て、はい、まあ、やるんだよね、うん、で、まあ、ちょっと話があります、うん、こうパーって、まあ、もうみんなもう知っとるんです、それを聞いとるんですよね、組合の人は、うん、もうベトナム人から、うん、で、なんか最近嫌なことありますかって言ったら、うん、みんな手を挙げて普通に、うん、いや、夜来るのやめてほしいですって誰が来るの誰が来るの誰ってやつで、みちさん20何人で、足場とシールと塗装とかって全部量がバラバラじゃないですか、まあ、うち一軒家みたいなのがあるんだよな、そうですね、一軒家が2つと、あとアパートが2つぐらいか、はい、で、その一軒家に、まあ、何人か住んのかな、はい、6、7人か
もっと住んどるか。もっと住んでます、うん、6、7人と、そこに行くんだろ、お前は。はい、で、まあどこにでも顔出すんで、そのいろんな寮に僕はどうすんだこれ、はい、どうすんだこれ。いやでもコミュニケーションの一環ですよ。だけどもうみんな嫌がっとんだろ。しかもお前に言うんじゃなくて、その組合で偉い人がいっぱい来た時に発言するんだろ、はい、お前に直接言わんだろ。言わない。本当に嫌なこと、この日本で何が嫌ですかって言ったら、あなたが来ることっていう、はい、あなたが私たちの夜中の12時にそんな夜中の12時にコミュニケーションって言わんだろって、ね、そう。はい、皆さん、まあ、実習生ってね、本当でも3年で、まあ、今から取ろうかって言うけど、3年で、はい、3年経ってないもんな。もう経ってないです、うん、で、戦力になるし、今ね、ちょっとそっちの授業もちょっとやっとるんですけど、はい、この特定技能っていうので入れれるもんで、本当にいいと思うよ。で、実習生を、はい、やっぱ嫌だ、もベトナム人と一緒に3人で、お前日本人1人で行くわけじゃん、嫌、はい、だ。日本語さえできてるから。日本語さえできる、でもある程度できるだろ。新しい人2人とかだと、うん、日本語わからない2人だときついですけど、うん、こう3年生と1年生とか、うんうん、ああ、そういうこと。先輩と後輩が合うから、うん、だけど日本人でさ、うち、まあ、YouTube やってるのも結構働きたいですって来るじゃん、はい、1ヶ月2ヶ月で辞めてくやつ多いじゃん、はい、で、そいつらとこいつらどっちが働く。全然もう全然こっちだよな。で、特定技能っていうのはもう3年とか5年経ったやつを入れれるんだわ、はい、スカウトみたいなの入れて紹介してもらって、で、まあ今ちょっと特定技能をの実習生の紹介をやろうかなと思って今動いてるんですよ。ぜひ興味あったら会社の方に問い合わせてくれたら、まだ作っとる段階で会社の許可が来月ぐらい出るんだけど、はい、でまあやっとるんで、ぜひそっちも声かけてください。はい、じゃああとチャンネル登録といいねお願いします。お願いします。また見て、また見てね。お前最後だけ笑顔やんけ。お前なんだお前さっきからやる気なさそうな動画撮ってるし最後だけめっちゃ笑顔で